よしよしよし、ゲット6点。きた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 、3万点。よっしゃ、ゲットー。やべえ、これ結構おもろ。お家でできる簡単工作を紹介します。どうも、しゅうちゃんです。皆さん元気に過ごしているでしょうか。今回はお家にあるものを使って、なんとなんかビー玉コロコロして遊ぶやつを作りたいと思います。材料はトレイです。あとは鉛筆、これビー玉です。ビー玉は何個でも OK。 では作っていきたいと思います。めっちゃ簡単。このトレイに穴を開けます。開ける数はビー玉の数だけ。じゃあこれは 1,2,3,4,5,6 個だから6個開けます。お、いいね。 1,2,3,4,5,6 と開けました。こんな感じです。そしたらもう完成。いきますよ。この上にビー玉を乗っけて、この穴に入れる。あ、むずむず、これ。あ、お、来た来た来た、1個2個3。これむっちゃむずいわ。おい、3個。こいつを入れたい、こいつを入れたい、こいつを入れたい。おお、4個。あ、緑入れる、緑入れる、緑入れるよ、緑入れるよ。お、来た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 。これ見えてなかったかな。穴1個足りませんでした。オーマイガーと、まあこんな感じで遊ぶゲームです。さらに面白くしたいときは、ここに絵を描いてみても面白いですね。ポイントを決めてね。例えば10点。こんな感じで絵を描いて点数を書くとより盛り上がるんじゃないかなと思います。ちょっとこれでもう一回やってみよう。では行きます。よし、レッツスタート。さあ来ました。お、1点ゲット。1点ゲット。お、5点。あ、これ小さい順から入れていくとかいいね。1,5 できたから6、次は6を狙います。6ですよ、6ですよ。他のに入っちゃいけませんよ。6ですよ。3万。よしよしよし、ゲット6点。6点だから次10点。これやあっとね、3万点ゲットしたとこ。6。お、いいじゃんいいじゃん、来た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 、3万点。よっしゃ、ゲット。また穴1個開けるの忘れちゃった。やーべー、これ結構おもろ。なんか昔こういう遊びあったよな。じゃあ今回はお家で作れる簡単工作、お肉のトレイを使ってビンゴゲームみたいなやつ、ビー玉をコロコロしてビンゴするやつを作ってみました。注意点は特にありません。めっちゃ簡単、鉛筆で穴開けるだけだもんね。ぜひぜひ工夫を凝らして遊んでみてください。ではでは、バイバーイ。